熊本市中央区の黒上小学校では70人が卒業の日を迎えました。新型コロナウイルスの影響でこの3年間は学校でもマスク生活が続きましたが、最後だけはマスクを外して式に臨めました。卒業証書の授与に合わせて流れた音楽は卒業生たちが作ったオリジナル曲。思い出を作ってあげたいと一緒に取り組んだ校長は子どもたちの成長を感じていました。子どもたちの、個性や、優しさや思いやり、そういうのがなんか音楽を通して伝わってきて、とても良かったなと思います。新型コロナの出現で制限の多い学校生活でしたが、最後に貴重な思い出を作れたようです。修学旅行とか運動会とかたくさんの思い出があったんですけど、その中でも自分の思いを音楽として作曲できるのがとてもいいことだなと思います。今日が一番思い出です。